皆さんこんにちは。開明高校の中学高等学校の入試広報部の田中と言います。普段は高校2年生の学年を担当してます。学年主任もしてます。生徒たちをずっと実は中学1年から中1中2中3高1高2高3という形で順繰り回って今実は3週目です。ですので、中学校の生活高校の生活ともに一応分かっているつもりですので、今日はその一部をご紹介できたらと思っております。どうぞよろしくお願いします。限られた時間ですけども、盛りだくさんですので、ちょっと急ぎ足でいきたいと思います。はい。まず100周年2014年に迎えたばかりです。このような校舎ができました。免震構造です。とにかく地震に強いです、安全ですということを、第一に置いてます。地下1階にプールがあったりとか、屋上に120キロワットの太陽光パネルがあったりとか、設備は充実しました。でそんな中で、でも今日見ていただきたいのはどちらかというと、生徒たちがどういう生活をしているのかな、こっちの方にちょっと力点を置いて話をしたいと思います。よく言われることですね、イメージ、はい、これです。勉強で忙しい、クラブはできないんじゃないか、繰り返しになりますけど、とにかくなんか勉強ばっかりやってそうと。これに関しては間違いではありません。勉強はしっかりさせます。そういえばそれ学力しっかりつけないと、自分で、学ぶ力というのは大事ですので、それはつけます。本当に勉強はします。でただ勉強って結局習慣なんですよね。習慣です。だから習慣になってしまえば、要は毎日こうしっかり学校行って、補習がかかったら補習もやって、で家帰って宿題もやって、もしくは学校で学習会もやって、それが習慣になってしまえば、あとはもうそのまま行くんですよ。で結果として生徒たちに、卒業した後記憶に残っているのっていっぱいあった行事なんですね。多彩な行事があります。これはパンフから抜いたものですけれども、ちょっといくつか写真をパッパッパッと出していきますので、一個一個止まったら時間が足らなくなりますが、生徒たちがこんなふうに過ごしてるんだなというのを見てもらえたらと思います。これ陶芸教室で中学1年生ですね。自分の世界に一つだけの陶器を作ろうみたいなことやってきます。これもあれですね、カヌーですね。中1で林間学校でカヌー乗ったりとかします。でこれ沖縄修学旅行とか行ったりして、沖縄ワールドですね、行ったりしてますね。これまたなんか、いっぱいあります。体育大会とかもいっぱいありますけど、また後で出てきます。はい。でこれ沖縄ですね、名倉湾ですけども、せっかく行くんだったらやっぱりちょっと自然に触れてもらおうということで、歴史も学ぶけど沖縄の歴史だけじゃなくって自然ですね、こういったところです。楽しそうにしてます。海にも潜ってもらおうかということでシュノーケリング、基本全員参加です。うちの行事は基本は全員参加です。はい。で、これですね、修学旅行の中の一環ですけども、石垣島の海で楽しそうにしている様子、こういう形でありがちな写真ですけども、勉強は頑張るけどいろいろやってますよ。例えばこれ文化祭ですね。文化祭なんかもこうやってみんななんか楽しそうに盛り上がってる様子も見て取れますし、音楽発表会、これ見えますかね、制服じゃないんですよね。音楽発表会のこれ衣装、自分たちで考えて作るんですよ。この歌に一番合う衣装は何かな、どんなテーマかな、ということで歌の歌詞から取ってこうやって衣装も作っていく、言ったらこういう形で、やったねって。これ賞取れなかったクラスです。というか今日出てくる写真ほとんど僕のクラスです。なんですけども、でも賞は取れなくても達成感やっぱあるというような写真からも伺えるかなと思います。でスキー実習なんかも中学高校でそれぞれ4泊5日、遅れましたが4泊5日の行事は毎年あります。毎年4泊5日の行事があります。それぐらいたくさん行事をもう通じて過ごしていきます。こういう形でスキー実習ですね、中学も高校もあります。はい。これマラソン大会です。どうせマラソンやるんだったら長井まで行こうか、長井陸上競技場ですね、走ってみようかってやってきます。で、これ文化祭の一部ですね。なんか発表してみようかとか、ナウシカのオウム作ってみようかとか、お城作ってみようかという、展示があったり、あるいはグランドでちょっとこれはですね、モザイクですね、爪楊枝アートだったりとか、そういったものを作ってみたり、これはですね、オープニングなんですけども、グランドで踊ってみたり、グランド人工芝です。こういう形のグランドだったりします。で、体育大会も、これは中学です。中学の体育大会で、天然芝のところで、これ香港のグランドとはまた別に清滝という四条縄手にグランドがあるんですけど、そこで体育大会したり、こんな感じで走ったりして、高校になったら今度は長井陸上競技場の第二競技場でやります。
はい、まあ分かると思いますけど、まあ一生懸命楽しそうにいろんなところで過ごしているかなと思います。カルタ大会なんかという行事もあります。校外学習遠足行ったら、まあまあ淡路島行ってみようかとかっていうねとこ行ったりで、まあたまに発表で外やりたい人って言ったら立候補が出てきたので堺市まで行ってちょっと中学生だけど発表してみようか。この時一応準優勝しました。まあなんかいろいろ一生懸命行事頑張ってるということですね。これはうちの特徴かなと思います。で中学ではということでここからはいろいろちょっと行事に解説が入りますが、弁論大会、ちなみに今年度の弁論大会は昨日ありました。生徒の前で発表して、そしてまあ緊張はするけれども全員がクラス予選やって、で予選で勝ち上がった人が全生徒の前で発表するという弁論大会で、下の写真はこれ研究発表です。中3、高1、高2、3年間にわたってグループ発表の研究を行ってきます。研究を行ってきます。これですね、はい、これはクラス予選の様子です。でこちらなんですけど、理科実習、理科実習は和歌山まで行って1泊2日行くんですけど、これ、まあ、聞かれた方もおられると思うんですけど、本格的な理科実習なんですね。そもそも入学したら全員男子も女子も1人1台ずつ解剖セット買います。中1はイカの解剖で、中2はこの理科実習でアメフラシなんかを解剖して、でやがてはカエルの解剖まで、もう何かしら本物に触れていきたいということで、ウニの発生実験の様子ですね、これ写真は、はい、まあとにかく何かしら本物に、触れてもらいたいというのが香港の行事のスタンスです。はい、で林間学校ですけども、まあ、どうせ行くんだったら本当に山に行こうということで長野県志賀高原まで行ってくるわけです。はい、これですね、山の様子です。岩杉山というところ登るんですけど、これ標高2280メートルあります。ここまで行ってこう登ってカヌーしたりいろいろして帰ってくると、しんどいんですけど、まあ、楽しそうですね。はい、まあ、こういうような行事をたくさんやってます。はい、でそしてその行事の集大成なんですけども、中学3年生の3月、いわゆる中学を卒業する前に一つ大きな行事に来ます。橋が一つ見えましたね。また橋が見えました。また橋が見えました。また橋です。でまた橋、あともう一個出ます。橋いっぱい出ましたね。こういう橋をみんな渡っていくわけです。この行事、夜間歩行と言います。中学3年生卒業するときに、全員で参加します。夜通しで広島県から愛媛県まで歩いて渡る43キロです。しんどい行事なんですけども、まあ、僕実は教員として7回行きました。もう7回行ってもね、もう豆が潰れたことは4回ぐらいありますし、本当豆対策できたときは今度筋肉やられるしということで、本当しんどい行事なんですけど、まあ、生徒たち乗り切るんですよこれを。まあ、行く前元気ですね。まあ、途中もまだ元気ですね。ここもまだ元気ですね。でこれが大体夜中の12時ぐらいです。まあまだ元気です。お母さん方の作る豚汁で元気を取り戻します。最後の10キロぐらいね、ほんとしんどいんですよ。もういろいろとねブーブー言いながら歩きます。これゴール直前ですけど、その前も本当に、まあ、そもそも来島海峡橋、誰がこんな橋作ったのっていうね、そういうところまでこういうわけですね。いや橋はもう罪はないけどっていうので、いやでも本当にしんどいけどあれです。あ、気づかれた方おられるかもしれません。今日ごめんなさい、パンフが切れてしまったというね、ことですいません、申し訳なかったですが、パンフレット載ってるこの夜間歩行の時のクラス写真ピースってしてるのは僕です。僕が写ってますので、はい、また見てください。でこの行事なんですけど、生徒たちの中で一番印象に残る行事これなんです。卒業しても6年間やってもこれです。まあ、最後ねこうやって昨日写真も撮ったりはしてますけども、まあ行事が目白押しですと、勉強と行事クラブで忙しい生活、それが生徒を育てますということで、非常に濃く、生徒同士のつながりもすごい濃いです。卒業して大学生になっても社会人になってもずっとつながってます。それは僕もずっとこの学校でやってるので、卒業生たちがどうつながってるかってやっぱ見てるのでよくわかります。で自分自身公立出身だったので想像もしなかったですけども、いわゆる例えば結婚式に高校の先生呼ぼうなんてあんま思いもしなかったけども、この立場になってみたら呼ばれることが結構増えるんですね。それぐらい言ったら生徒同士教員とのつながりがこう深い。まあ、ちなみにですけど、いや別に愚痴を言うつもりはないんですけど、嬉しいことなので、この今年度でいうと来1ヶ月後ですか、
6月の1日と6月の2日にそれぞれやっぱり卒業生から結婚式呼ばれてるわけです。こう2日間でご祝儀がまたこう飛んでいくというね、でまた招待を見たらびっくりしたのに、その 2日間ホテルが一緒っていうね、これは2日間一緒の料理かっていう、そういうね、まあでも嬉しいことです。こうやって呼んでいただけるし、挨拶お願いしますと言われることもあるしということで、まあ、生徒と教員、そして生徒同士のつながりすごく深い、これがやっぱりうちなのかなと思います。はい、続けていきますが、まあ、クラブですね、クラブ7割ぐらい、7割以上参加してます。で週3日です。勉強とやっぱり両立はこのラインが、まあ、リミットかなということで、うちは3日までとしてます。で、忙しいけど楽しいと、だいぶ写真でこう楽しい感じが出ましたけど、忘れたらいけないのは勉強はしっかりします。うちはまだこう言ったらあれですけど、大阪のトップ校じゃまだないです。超トップじゃないです。ですので入学した時の成績を見た時に、入学よりも卒業の時の方が伸びたよね、これを誰にも思ってもらわないと、やっぱり生徒は来てもらえないわけですね。ですのでそこはやっぱり結果を残すような形でクラブと両立させましょうということをやってます。でもみんなクラブ好きですよ、一生懸命楽しくやってます。はい、でこれは英語に関してです。いわゆる、まあ、4技能ちゃんとできるようになりましょうねということで、まあ、昼休みにネイティブの教員が3名いますので、まあ、それで喋りに来てみたりとか、まあ、いろんな、まあ、そういう英語のインタビュー、これですね、下ですね、中2でって書いてますけど、最近ちょっと中2じゃなくて中1でもいけるんちゃうかということで、昨年から中1の方にこう下ろしてみました。で中1でも結構いけるなということで、今中1でやるようになると思います。こんな感じです。まあ、これ行くのバスの中ですね。質問項目をここね、紙で書いてます。でもって、考えて、まあ、ノーウィーキャントとかこう練習してみたり、で実際さあ行ってみるぞということで移動の時ですね、伏見なり行きました。外国人がね行きたい日本の観光客、まあ、第1位みたいな、京都で1位のところに行ってみて、実際に、まあ、インタビューをしてみた写真がこんな感じです。まあ通じるんだなってことをまず体験してもらう、これがねまず一つ目ですね、突撃インタビューですね。こういうことをこう一例あります。頑張ってみました、ね、で中1の時は、まあ、この間行ったのは東大寺、こっちの方で、まあ、外国人の方にインタビューをしてみた、やっぱり通じるんだなということをこう体感した。でそしてこれです。2年前から中学3年生はちょっと新しい企画ということで、京都を外国人と一緒に回りましょうということをやりました。でこの時のポイントは何かということなんですけど、英語が母国語でない学生がほとんどです。ほとんどって書いてますけど、この写真写ってる年はこれ全員です。具体的に言うとこんな感じです。サウジアラビア、コンゴ、マレーシア、マダガスカル、インド、中国、ペルー、イタリア、シリア、他にもエジプトだったりとか、いっぱいたくさんの国からの留学生、京都大学に留学している生徒ですね、と回るわけですけど、で生徒気づくわけですよね。なんで英語勉強せなあかんねんって考えたときに、まあ、いろんな理由はあるけど、例えばシリアとかイタリア人、ペルーの人、ね、中国、インド、相手の言語で挨拶ぐらいは勉強できても普通にコミュニケーションを取ることは難しい。でも英語だったらある程度いけるじゃないかということで、これ実は6時間ぐらい一緒に回ってもらうということをやっていきます。はい、でこうやっておみくじ引いたりとかして説明したりするわけですね。で、まあ、仕上げではないですけど、高校1年生になったら希望者、希望すれば一応行ける形です。シドニーに語学研修、1家族に1人1家族入ってきます。2週間ホームステイ、こういうことやってきます、ね。ホストファミリーの中で日本語しゃべるのは自分だけですから、しっかり英語でコミュニケーションを取りましょうと、まあ、こんなこともやってきます。はい、まあ、シドニーのね、こういう、まあ、街並みも撮ってます。シドニー大学とか見てみて、あ、ハリーポッターみたいみたいなことをこう言いながら、生徒はねこう楽しんで現地の学生に案内してもらいながら回りました。はい、で給食はね、またパンフ見て、パンフがなかったですね。一応こういう形で週4回給食があります。まあ、自分の会まで持ってきてくれるし、温かいので、まあいいです。これ保温ができますので、本当に温かい状態で食べれます。はい、あと海明大学というのを実は5年前から始めました。まあ、OB がやっぱりいろいろ、これ実はね、僕らがやってくれって言ったんじゃなくて、 OB が後輩のため何かやりたいですと、でやっぱり大学に入って学ぶこととかも高校生に喋りたいですっていうことから始まって、まあ、言ったらこういうふうに、まあ、見てきました。これ理学部数学科の講座ですね。まあ、実は九州大学の問題を高1でやってるんですけども、で他にもこうやって医学部講座だったりとか、まあ、実際
現役のお医者さんにも来てもらって OB ですよ。で、まあ、話をしてもらったり実際体験してもらったり、工学部の講座なんかもこうやってで、実験しながらこうやったりしてますと、ね。まあ、いろんな学部の卒業生がいますので、その卒業生たちに、まあ、来てもらってこうやってこうやってると。これを8月にやります。まあ、生徒たちはやっぱ OB の言うことねよう聞くんですよ。めっちゃこう楽しく聞いてやってます。はい。で、毎年だいたい50名弱の人が後輩のために来てくれる。もうこれはだからありがたいことですね。やっぱり生徒たちの関係が濃いからこそこういうことで来てくれる。でそれがやっぱりこ う, うちの強みなのかなと思っています。さあ、ここですね、真面目な話にだんだんなってきますけど、学びの基本は体験学習体験です。だからたくさん行事して体験して、でそしていろんな幅を広げる。もちろん勉強大事ですよ。だから受験科目国数 ACR これめっちゃ頑張るけど、そこだけじゃなくっていろいろ行事を通して人間的にも大きく成長していく。でこれが結果として何になるかというと、やっぱこうなるんですと。言うたら、さっきの行事も含めて何か向けてみんなで一生懸命頑張る。これはやっぱり受験に通じるわけです。で、まあ、雑誌見られた方もらえると思いますけど、結果として今、まあ、上位大学も今年は出ました。京都大学も参ったら20名、大阪の府下の中で言ったら私学で3番目ですまで来ました。大阪大学も、13名、神戸大学も、まあ、20名ということで、まあ、この、まあ、京阪神でこの3つの大学だけで一応、まあ、53名出ることができました。で、国公立大学も合計で見たときに、171名ということで、まあ、出ています。まあ、結果的に、まあ、進学もしっかりとできてますよねっていうのが、今の、うちですね。はい。まあ、一応これ細かいとデータ古いですけども、また詳細はまた、7月に新しいパンフが出ますので、またその7月パンフを見ていただけたらと思います。はい。で教育スタンスとはということで、まあ学ぶべしと、勉強も行事もあらゆることから一生懸命全部学びましょうと。なぜ学ぶのか、これちょっと問いかけたいんですよね。やっぱ文明とか人間が持ってきたことの継承ですよね。これをやっぱりやるべきなんだよな。でそのためにはということで、講演会にいわゆる例えば実社会の、まあ、企業で成功した方の話もいいんですけども、やっぱり学問にどっぷり触れて、それでやっぱり学ぶこととは何か、そして学び続けてる人、そういった方々に講演会にこう来てもらうという形をとっております。まあ、それがやっぱりうちのこのスタンスに表れているのかなと思います。で近年で言ったらこの中村哲先生、もしかしたら数年後とかにノーベル平和賞を取られるかもしれません。ずっと30年以上アフガニスタンで活動されている方ですね。そういった方に現地でどんなことをやっているのかということを話してもらいました。ちょっとここは飛ばしますけども、まあ、政党はこういうことでいろんな感想を持ちます。やはり本物に学び続けて活動し続けている人の話を聞いたら響くんですね。その響いたもの、ね、iPS 細胞の山中先生の片腕だった高須直子さんにも来てもらいました。いずれにしてもこうやって、新しい時代に対応するために学び続ける人間、いろんなことで学び続ける人間、これを育てていきたいというのがうちのスタンスです。で、まあ、新入試どうですかとかって言われますけども、その対応に関してはもう大丈夫です。この間だけで見ても見られた方おられると思いますけども、京大の特色入試見られた方おられますね。4名通ってます。そしてうち特色入試始まって毎年合格者が出てます。ああいったいわゆる栄養、いわゆる新入試に近いような栄養入試的なものでもしっかり合格者が出ている。それはやっぱりこれまで、まあ、そういう目的でやったわけじゃなくて、こういう人間を育てたいと思ってやってきた教育が結果として今言われているような新入試で必要ですよねっていう、これにつながってたっていうことですね。まあ、やってきたことが、まあ、いわゆる右側がいわゆる新入試で言われている力ですよ。でそれって実は狙ったわけじゃないけど、こういうことやりたいよねってやってたことが、あ、ごめんなさい、つながってましたよっていうことを、まあ、一応言ってますということで、まあ、一応取り組んできた教育活動を、まあ、一層これからねまた充実させていきたいと思いますので、またぜひ、まあ、興味持っていただいた方でまだ来られた、香港に来られてない方、ぜひホームページにも日程等ありますので、授業見学会、そして入試説明会、予約はいりません。もう当日いきなり来ていただいて構いませんので、ぜひ来ていただいて、まあ、香港の様子、生徒の様子も見ていただけたらと思います。ではちょうどほぼ時間になりましたので、はい、ご清聴どうもありがとうございました。